こんにちは。泉健太より立憲の重要法案の説明があります。こんにちは、泉健太です。統一教会被害者救済法、頑張ります。それに、加えて、我々は国賊国葬禁止法を頑張ります。8年以上勤めた総理大臣が国賊であったということは、我々は深刻に受け止める。しかも、その国賊を国葬しちゃった。なんということでしょう。国賊国葬禁止法を機に、日本はまともになりましょう。いいね。